まあ、やっぱり間宮はユダが生きている限りは、ね、うん、安心できない。まあ確かにね、あるでしょう。まあ、レイも間宮さんの気持ちがね、どん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 強く、ね、ますよね、うんうん、強くなってたから、うん、それで余計でしょうね、ユダのことは。最初は間宮さんはレイのことあんま好きじゃなかったと。なんかね、ケンシロウの方が好きだったね、気にしてた感じがちょっとありましたね、あとは気になってたみたいな感じですね、うん、それはあったかもしれない。確かキバル一族のことが一通り終わった後、うん、いつもの服じゃなくて、戦闘服じゃなくて、ドレスを着てましたよね。着ました、着ました。うん、で、その時に確かケンシロウが私のこのドレスを見てもなんか表情一つ変えなかったっていうことを言ってたから、ああ、その時点で、あ、まだあのケンシロウの方が好きなんだって思って、うん、ちょっとね、気持ちがやっぱりね、強いんだなと思いますよね。リーとマミア、まあ、やっぱりリーがこうどんどんこう積極的にいった感じなのかな。そうですね、うん、結構ね、いつしかそうなってましたね。どんなタイミングなの、リーがそうなったタイミングは分からない。なんかアイリーをと、ね、そうですね、あそこは大きかった、身代わりになってくれたから本を感じてるし、うん、確か熱い女だって言ってたんで、うん、言ってました、そのあたりなんだろうなと思います。まあ、やっぱりユダのことがあってからな、な気がしますね、うん、やっぱりマミヤさんにとってユダっていうのはもう本当 に肉親の存在なわけじゃないですか、うん、そこの思いにケンシロウがユダをっていうよりはやっぱレイがユダをっていうところが強かったから、うんうん、なんかその思いに応えたじゃないけど、そういう戦ってる姿とか、うん、やっぱりそういうこんだけね、私はユダのことは許せないっていうその気持ちと同じ気持ちをなんか持ってくれてる人はレイなのかじゃないけど、だからそこにちょっと気づいていくところで惹かれてくるっていうのもあるんじゃないですかね、うん、やっぱりね、ケンシロウはやっぱ違う目的があって、私とは違うんだっていうのを、うん、やっぱりなんか姿を見てて思うと思うし、そうですね、継承者のことでいっぱいですね、ね、そうそうそう、だから私とは違う人なのかなって、うん、でも一番そばにいてくれるのはやっぱりこの人なのかなっていうことになんかこう気づくというか、結構そういうのありませんか、なんかこう身近な人ほどなんか気づかないっていうか、その大切な存在だということに当たり前にいすぎてて、あ、その人のことを当たり前だから、なるほど、なんか気がついたら好きだった。そうですね、そう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 、そういうのってよく恋愛でもありますよね。あ、なるほど、うん、友達関係でとかでも言ってて、当たり前にいるから何でも話すし、何でも分かってくれてるしっていうのが普通なんだけど、うん、でも、で、全然憧れて、ああいうちょっと遠い人、うん、現状で遠い人のことを好きとかってなってるけど、遠いから逆に憧れて、憧れて、なんかすごい素敵だなって思うんだけど、うん、でも自分にとって大事なのはじゃあ誰だったのかって言ったら、あ、なんだ、ここにいた人だったみたいな、うん、なんかそういうの結構よくあるあるじゃないか。そうなんだ。そういうパターンっぽくないかなと思って、なんとなく。まあ、レイがイケメンだから、うん、そういうパターンじゃない気がするけど、そういう感じなんだね。ね、雰囲気的にはなんかね、そういうものに近い形。まあ、もちろんレイが、ラオウが来て、うん、レイがこう、相打ち狙いで命がけでラオウに挑んだ時に、うん、ラオウにこう、飛行刺されちゃうじゃないですか。マントでバンってやって、腐ってやられて、うんうん。で、その後、確か、マミヤが自分しかと戦える人がいないからって言って、ボウガンでラオウのことを撃とうとするんですよ。その時に、まあ、ボウガンで撃ったら、矢は、北斗神拳の技で帰ってきて、確実に死んでしまうから、っていうのをレイが知ってて、うん、それで、マミヤを殺すのはやめてくれっていうのをラオウに言うんですよね。うん、その女だけやめてくれって強く言ったもんだから、マミヤがその時になんかちょっと気づいちゃったみたいな。うん、それも結構大きいかな。あ、そうですね。うん、確かに確かに。まあ、気づきはそこかもしれない。はっきりとね。はっきり分かったのね、うん。はっきりね。なんだったらレイはちょっと強引だし、セクハラまがいもやってくるから、ね。ね、ちょっと何なのこの人みたいなところは確実にあったと思うんですよ。ね、うん、そうでしょうね。レイが騎馬一族みたいな見た目だったらそうなってないかもしれない。うんうん、分かんない。一切振り向かないって。うん、